皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。ここは、上鉄バス富士の西通り車庫です。ここから、快速7、川添16条2丁目経由札幌駅前駅に乗車します。
城2丁目経由里帰り行きです。次は富士の四条4丁目、富士の四条4丁目です。お降りの方はブザーでお知らせください。
車は快速7川添16条2丁目経由札幌駅行きです。次は石山1条6丁目石山1条6丁目です。お降りの方は無沢でお知らせください。認定子ども園に札幌石山保育園および用が近い出にくい漏れる人痘膀胱前立腺など用の異常についてのご相談で、その他に医療機関でお越しの方がお手軽便利です。転倒事故防止のため走行中は危険ですので、バスが完全に停止しドアが開いてから席をお立ちください。お立ちの際は
在住所2丁目です。お降りの方はブザーでお知らせください。公安委員会指定、モナミ自動車学校前です。虫歯、歯周病を予防して健康なお口へ。平日夜7時まで受付の美化西会員へお越しの方はこちらが便利です。Thank you.
お確かめの上、お降りの際、整理券と一緒に運賃箱においで願います。定期券の方は、整理券を運賃箱に入れ、定期券を見やすいとご提示願います。お降りの際は、足元にご注意願います。二人掛けご使用の方は、窓側に詰めてお座りください。荷物などは置かないでいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
乗車証または福祉乗車証をご利用の方は乗車時、降車時にカード読み取り部にタッチしてください。転倒事故防止のため走行中は危険ですので、バスが完全に停車しドアが開いてから席をお立ちください。お立ちの際はつり革、保護棒、手すりにしっかりおつかまりください。ドアが開いてから席をお立ちください。
お知らせください。東方線4番出口そば、創業明治8年、父と買い取りの店向井質店にお越しの方はこちらが便利です。月ばさみを使わないカット、アロマテラピストがあなた専用に調合したアロマを使ったヘッドスパ、こだわり抜いた美容室アートフィールドは姿勢鑑賞向かいです。常設バスでは遅れや混み具合など運行情報がリアルタイムで分かるサービスを開始しています。詳しくはバス北常設で検索ください。バス料金は運賃表をお確かめの上お降りの際整理券と一緒に運賃箱にお入れ願います。定期券の方は整理券を運賃箱に入れ定期券を見やすいようご提示願います。お降りの際は足元にご注意願います。常設バスからのお知らせです。札幌駅バスターミナルの建て替え工事に伴い2023年10月1日より札幌駅の乗り場・降り場が変わりました。なお混雑時などは臨時降車場にて降車する場合がございます。詳しくは車内ポスター、常設バスホームページ、札幌市ホームページをご覧ください。ドアが開いてから席をお立ちください。転倒事故防止のため走行中は危険ですので、バスが完全に停止しドアが開いてから席をお立ちください。お立ちの際はつり革、保護棒、手すりにしっかりおつかまりください。危険です。
事故防止のため走行中は危険ですので、バスが完全に停止しドアが開いてから席をお立ちください。お立ちの際はつり革、ここで これでこの動画はおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。